おはようございます。あ、おはようございます。じゃあ、何ここ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。マジでどこっすか、ここ。ここはあの中野の広場ですね。久々に来ましたね、中野駅。そうなんですよ、僕が前住んでた家は中野だったんで、よくここであの食べてましたね、ごちそう。で、何してきたんですか、そこには。給料入ったんで、はいはいはい、ミスドの食べ放題行きたいなと思って。あ、ドーナツの食べ放題ですか。はい、そうなんですよ。何の給料ですか。福祉の。あ、福祉の、はいはいはい。2箇所、2箇所やってるってことで、はいはいはい、その給料がちょっとあの振り込まれまして、今回ちょっとドーナツ食べたいなって思って、はいはいはい、で中野のミスドの食べ放題あるんですよ。でそこ絶対行きたいなと思ってて、はい、あのアポ取っときたいんで OK ということで、はい、あのミスタードーナツのドーナツを食べ放題できるってことですか。そうなんですよ、ミスドのケースとか入ってるやつ、うん、全部食べ放題で、好きなだけ食べていいよって。そんな、はい、友達の店みたいな。そんな何個も食えんの、ドーナツなんか。いや、わかんないですけど。でもあのドーナツ大好きなんで、はい、食べれるんじゃないですかね。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、まあ、すいません。ちょっとあの、ちょっと近すぎるね。ごめんなさい。まあいいけど、はい、はい、はい。あの、ケースの中に入ってるやつの全て取り放題で、いや、はい、1回につき6個まで、2人で12個取れる。12個取れる。はい、僕がもう、この2つしか食わないんで。本当ですか。そうなんで大丈夫。はい。10個食べてください。わかりました。いや、すいません、ありがとうございます。はい。じゃあ、はい。どれいきますか。じゃあ、もうなんか、僕これ昔から好きで、なんとかクリーム、エンゼルクリーム、はい、いただいて。はい、ちょっと破裂したな。エンゼルクリーム、はあはあはあ、これはもうめっちゃ大好きで、はいはいはい、うん、うまっ。これいいですか、はい、フレンチクルーラーみたいな、はい、初めてです。うまいっすか。ニュアンスですよ。なんか高そうなんですけど、これも食べ放題なの、うん、羨ましい。あ、視聴者超えようってこと。そう、そういうことです。代弁しました。うまっ。バッタの風味がそう、はいはい、お餅入ってるから。お餅、お前、お餅、うん、これもあるんですね。ポンデリングだった、うん、ちょっと、はいはい、牛になっちゃってます、はい、うまっ。うん、うまっ。うん。うん。やばいやばいやばい。妖怪や、妖怪や。村のドーナツ荒らす妖怪や。うまっ。うん。長時間は1時間なんで、まだあと40分ありますね、ラスト。まだ大丈夫。ああ。ああ。うまっ。はい、あ、おはようございます。近か。ごめんごめん。第2陣、はい、一応僕の6個とかゆつくんの6個、はい、僕はもう食わないんで、ちょっと皆さん、ちょっともうちょっと食べたらっていうのに。あ、ちなみにこの、はい、一回僕が食べたこの2つがめちゃくちゃ美味しかった。あ、これ美味しかったやつ。あ、ジョジョさんおすすめってこと、はいはい、どうぞ。それ、あ、それ一番うまかった。これ、これですか。あ、うまっ、うん、おいしい。うまっ、うん、やばいってますね。あ、これは多分卵とソーセージみたいなやつですね。うまっ。これなんですか。なんかもっちりなんとかハニーみたいなやつ。もっちりハニー。あ、ポッキーぐらいの感じでいったな。大きいですね。うん、大きい。しまじろしまじろ、はい、ただいま。コラボ、コラボかな。うん、うわ、すげえ、めっちゃ入ってる。クリーム、クリーム、クリーム。めっちゃ飛んだ。うん、これは子供でも食べられる。いや、全部子供で食えるから。ドーナツってそういうもんやろ。誰だかこれ、エリザベスみたいな子でしょ。ちょっと分かんないです。正解分かんないんで、僕も訂正できないです。うん、同じやつ3つあるんですか。
これ、あの、小豆とエンゼルクリーム、エンゼルカスタード、はいはいはい、で、これホイップ、きのこホイップ、あ、きなこ、あ、きなこ、きなこ、あ、きなこ、あ、いや、そんな盛り上がらなくてさ。うん、あんまりその、あんまり床の音そうやな、ちょっと、はい、はい、うん、うまっ。これなんか前さっき食べたやつ、いや食べてないと思いますよ、ちょっともう分かんないんで。うん、あ、食べた、このお餅入ってるですね、あ、お餅入ってないんですか、入ってないですね、ほら。すげえなってな、なんかもう本気のやつやな、それなんか、うん、そこの本気は、うん、美味しいよね。ああ。どんな感じでした？チョコレートですか？ああ。そうね。うん、ああ、オールドファッション。ちょっとチョコついてるやつか。すっごい、それ。まだ、あ、1杯目でしょ？見てるだけのとかかな、これ。20個目ぐらいか、それ。それですかね、そう、12個で、で、僕が最初4個あげたから、10個食って、12個食って、なんで。それ20個目ですね。20個ドーナツ食うなよ。うん、うまい、最高。ラストオーダーだったんで、はい、これ持ってきました、はい、チュロス、ここ、チュロスで、あとこのチョコレートマウンテンみたいな、あ、なんかシロップみたいなかかってるやつ。うまい、やばい、うん、うまい、一本目のリアクション。うん。うん、ふわふわ。はい。もうこの草原に戻ってきましたけど、どうでした？いやー、ちょっと喉から来ましたね。味噌の感想。まあ、いいや。美味しかったです、マジで。はいはいはい、うん。でですよ、だから、いくらやったの、給料。ああ、給料か。はい。ごめんごめん。いやー、そうですね。はい。まず、1社目の給料は、97,427円。はい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 。で、もう一個、もう一個。もっと連れてよ。いや、なんかもう、なんか、うん、大体一緒やな。一緒。もう一社目が、はい、111,640円。はい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 。じゃあ20万ぐらいいったじゃないですか。20いきましたね、これ。うん。209,000円ぐらい。はい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 。前回は19。今回ちょっとやっぱり頑張ったんで、はい、20いきました。はい。じゃあ、返済で。ああ、返済。いくら回します？ああ。こんな。ああ。はいはいはい、いくら返済にします？いやー、20いったんでね、はい、どうしましょうね。まあ収益も多少入ってるんで、多少入ってて、はい、じゃあ6万で、はい、じゃあ6万、じゃあ、はい、返済用口座に貯金しててください。入れときます、はい、ちゃんとしてます、はい、あ、ちゃんとあのやってますんで、はい、みんな本当にやってんのみたいに言うけど、マジだから。じゃあ一応100万貯まったら100万円の札束を見る回しましょうか。うん。そうですね。